なんかご自分が管理職とかマネージャーとかになられて、うん、自分結構向いてるなと思いました。なんだかんだ言ってやっぱプレイヤーであることは好きなんですよ。だから結構口を出しちゃうし手も出しちゃうし、自分のコピーを作りたいんですかみたいなことを言われたこともあるし、うん、抜擢ってある程度なんかシステム化というか仕組み化されてるものなんですか。当社の場合は割とそれが癖になってる、うん、今のペースだとあと何年ぐらいしたら女性にとって先進国になりますか。今のペースだと呪いんで、ま、やっぱり、うん、そういう意味でこれ数字を出したってやっぱり意味がありますかね、うん、その後本社戻ってその後もトントン拍子にどんどん出世してたんですか。はい、皆さんこんにちは、うん、ビジネスディープインタビュー9クエスチョンズ始まります。佐々木さんよろしくお願いします。はい、お願いします。今回のゲストはですね、化粧品で有名なポーラ社長の及川美希さんをお呼びしています、うん、及川さんは2020年にポーラとして初めて女性が社長になられていろんな話題があるんですが、今日はサステナブル経営っていうテーマですよね、うん、はい、竹下さんが得意なテーマですね。はい、すごく楽しみです大丈夫ですよね、はい、ぜひぜひちょっと伺っていきたいと思います。はい、詳しく聞いていきたいと思います、はい、今日はサステナブル経営ということで、はい、9つの質問を及川さんにしていきます。及川さんよろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。どうぞ9クエスチョンズよろしくお願いします。緊張してます。緊張してます。慣れてます。今日は9つ質問を用意してますが、はい、入社当初ビューティーディレクターとかもされてらっしゃったりするか。いや、ビューティーディレクターの指導をする立場なんです、うん、あ、指導をするんですか。なので、うん、はい、一緒に行くので、もちろん私の入社当時は訪問販売の方がボリュームが多かったので、はい、うん、各家庭の個別訪問とかも一緒に同行したりとか、経験としてやっぱりちゃんと知ってないといけないとか、登録した当時はポーラレディって言ってたんですが、今のビューティーディレクターですね、の、販売指導、美容指導、それからまあオーナーにステップアップしていくための、さまざまな、ディレクションみたいなことをやっていました。あ、そうなんですね、はい、そういうことも含めてなんか道のりからいきましょうか。そうですね、どうやって社長にまでなっちゃったのかって。ポーラさんというと現場で一対一で販売されるというイメージがあるんですが、最初は現場を見てられて、そうですね、で本社に戻られて、どういうふうに社長まで、はい、1991年から私ポーラ一筋30年なんですね、はい、なので、まあ、日本型終身雇用の中でずっと今生きてきた、形なんですが、入社して実はとっとと結婚が決まりまして、本当に同じ部署の斜め前に座ってる先輩みたいな感じの典型的な日本、うん、まあ、隣の席だったかもしれない典型的なドメスティック日本企業の、はい、まあ、感じで、なんと入社2年目に結婚を決めてしまうんですよ。そうすると、まあ、一緒にいられないということで私が出向することになったんです。それで埼玉の販売会社に出向して、まあ、ビューティーディレクターの美容指導、新製品教育、うん、販売指導という形で、うん、そこを17年やっていて、うん、結構楽しかったんですよ。本当に本気で仕事をする人たちの、まあ、営業の世界ですけど、サポートをして彼女たちがどんどん成長していったり、ショップオーナーになっていって経営者になっていったりとかいう姿を見ていて、そこに携われることがとてもなんか嬉しい、人の成長に携われることが嬉しいみたいなことがあって、もう65歳までここで出向先で定年まで全うしようって思ってたんですが、ちょっとひょんなことから、まあ、出向して実は当時は5、6年いたんですかね、待てよ、本社は私のことを忘れてないから、ちょっといることを示してみようということで昇格試験を受けたんです。まあ、分かりやすく言うと、例えばお給料もちょっと上がるし、まあ、入社当時から、まあ、2年目でしたけど出向して、子供を産み育てながらも本当に一生懸命働いてきたので、ちょっとぐらいお給料上げてくれてもいいじゃないかっていう横島な理由で昇格試験を受けるんですが、落ちちゃったんですね。ね、まあ、それが悔しくて、まあ、ちょっと待てよと、自分の仕事の仕方を見直すきっかけができたんですね。で、まあ、そこでちょっと1年間いろいろあって、2年目に管理職試験に受かると、現場で長年やってきた経験を本社の商品企画に生かせということで、いきなり商品企画部に出向17年目にして呼ばれるというのがスタートです。だから社内転職みたいな感じですよね。マーケティングの間の字も知らない、教育と営業サポートだけをやってた私が商品企画、しかも部長という形で行くので、まあ、そこがセカンドキャリアのスタートみたいな形でした。はあ、それも当時でもすごい抜擢人事だ。
抜擢ですね。当時まだあの本社にいたこともない人がいきなり戻ってきて、やっぱ化粧品会社の中枢ですよね、商品企画部ですから。素人なんですよ、要は商品企画に関しては、うん、工場と話したこともなければ研究員と話したこともない私が商品企画部にあの行くわけですから、うん、自分の中でも、まあ、課長試験が一番最初の転機で仕事を見つめ直したっていうこともあるんですけど、うん、二つ目の転機がその本社に行って商品企画部長で、うん、すごいですね、すごいな、うん、その後本社戻ってその後もトントン拍子にどんどん出世してたんですか。いや、そんなトントン拍子ではないんですけど、私は販売の現場に近いところに17年いたので、まあ、その人たちをいかにこう生かしてあげられるか、彼女たちの力をあの最大限発揮してお客様に最高のものをお届けするのにどうしたらいいかっていうことで、まあ、やりたいことをいろいろやるわけですよ。そうすると、まあ、ちょっとずつちょっとずつ何かが変わってきて、じゃあ次はこっちもやれ、次はこっちもやれみたいなことと、まあ、私自身ももっとこうありたい、もっとこうありたいみたいな、結構ウィルがいろいろ出てきていて、まあ、それを許してくれる社風だったんですよね、まあ、大失敗も山ほどあります。商品の在庫抱えてどうしようみたいなのも死ぬほどありますけど、まあ、あのいろいろやって上がったり下がったり上がったり下がったりしながら、あのなんとなくそこから10年ぐらいですかね、あのやっていったという形になります。はあ、なんかご自分が管理職とかマネージャーとかになられて、うん、自分結構向いてるなと思いましたか。その結局プレイヤー的なところとマネージャー的なところって仕事が違うかな。確かになんだかんだ言ってやっぱプレイヤーであることは好きなんですよ。だから結構口を出しちゃうし手も出しちゃうし、まだあの駆け出しの頃に及川さんはもうあの自分が一番なんですよねって言われたことがあって、であの自分のコピーを作りたいんですかみたいなことを言われたこともあるし、あのなんかもう及川さん流じゃないと認めてくれないんですよねみたいなことを言われたこともあって、なんかそういうふうにあのいろいろメンバーから反発してされたこととかが結構なんか戒めになって残っているので、あの未だに向いてるとは思わないんですけど、気をつけてはいる、気をつけてはいます。なんか同性だからやりやすいことって多いんですか、大変なことと。なんか日本の会社って結構女性社員が多いような、多分生命保険とかでも、なんか管理職って男性ばっかりとかで、なんか現場と管理職側に結構そのジェンダーの意味でも乖離があるケースって多いなと思うんですけど、当社は今割とそれでも少ないのかなと思うんですけど、私がいた頃にはやっぱりあの女性は労働力、男性は意思決定者という分、それ30年前の話ですけど、やっぱりそこには分断があって、労働力としての女性にはすごく期待されていたけれども、やっぱ方針とか全体の大事な部分を、まあ予算しかり戦略しかり方向性しかりみたいなところを決めるのはほとんど男性ということだったんですが、まあいろいろやっぱり力を発揮する女性の先輩たちがいて、それが壊れていったっていう形ですよね。特に当社の場合は、まあ、ビジネスパートナーの 90% が女性で、どんどんご自身で自分の販路を広げていかれたり、組織を大きくしたりする女性たちが目の前にいるので、まあ、男性たちも結構あの女性の力を信じる土壌というのができていたので、はい、まあ、やってみなさい、やってあのやりたいっていう人にはどんどん門を開くというのは当社の場合はありましたけど、30年前はまだそれでも今よりは分断してたと思います。そうですよね。いや、なんかこのちょっと流れで、はい、なんか5割か女性管理職になってきたって、はい、こういう形でサステナビリティプランの中でも結構具体的にどういうことに取り組むかってかなり書いてあるんですよ。 KPI 設定もされてるんですね。 KPI、 そうですね、はい、そういうのってあんまりなくないですか。そうですね、やっぱりキャッチコピー的に言う企業さん多いんですけど、KPI まで出してたりとか、これも公表されてると思うんですけど珍しいですし、まあ、特に日本は5番のジェンダー平等 SDGs の中で弱いところなので、すごく先進的な会社だなとは。この女性管理職の話も及川さんも聞かれまくってもう飽き飽きしてるかもしれないですけど、やっぱ及川さん一番ここ詳しいと思うんで、話題になりましたね、たいなと思って、はい、当社の場合、この5割っていうのは、あの、まあ、当社株式会社ポーラで5割にしたいということなんですが、実は入社する、まあ、総合職といわれる女性と男性の比率が、うちちょうど5対5なんですよ。そしたら管理職5割いったって何の不思議もないでしょ、っていう
ことなんです。じゃあ男性と女性で能力が劣ってるのかって言ったら、うん、それぞれ得意なことがあるわけなので、はい、能力格差はないという前提に立っていくと、うん、5割ぐらいって不思議はないよね、うん、逆に言うと今当社3割なんですけど管理職比率が、はいはい、なぜ2割少ないのか、うん、そこの方が問題だよねっていうことを、うん、すごく考えるんです。だから5割にするのすごいってよく言われるんですけど、大学卒業した新卒の採用が 50-50 で、なぜ男性の方が課長になる人数が多いんですか、うん、そうですね。だとしたら入社した人たちを男女問わずちゃんと育てていくっていうことは企業の責任ですよね、うん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 、なので5割。だから秘策はあるんですかって言ったらないんです。実を言うとなんか5割にする魔法のなんかあれはあるんですかってよく聞かれるんですけど、なくて、もともとそうだからそうあるべき姿にするだけなんです。私の同期はたまたま1991年入社の同期なんですが、管理職になってる人数で言うと多分女性の方が多いんですよ。絶対人数で言うと、まあ、辞めちゃった人とかももちろんいるんですけど、はい、うん、でよく及川さんの同期の人ってなんでみんな管理職になったんですかって言ったら、それは管理職試験受けたから。管理職試験を受けるのを諦めない女性たちが結構いたんですね。だから私は子供を産んでますけど育休を取ってないので、同期と一緒に管理職試験受けて落ちたので1年遅れてるんですけど、中には子育てで育休産休で5年ぐらいブランクがあって、うん、私の10年後に課長試験を受けてる人もいるわけです。でもちゃんと受かってる、なので実力通りにちゃんと自ら学んで諦めずに管理職になれば、私の同期は多分 50-50 ぐらいに、管理職になってるんです、ただ今の日本社会は私より先輩たちは結婚退職をしていたり出産退職をしていたりするので、圧倒的に女性の人数が少ないので当社もまだ 30% だけれど、でもまあちょっとまだそこには課題があるので、本当に同期で入社した人たちが男性も女性も全員管理職試験を受けるかっていうとそうではないし、もちろん受けない選択もあるわけじゃないですか。でもなんでこの子まだ受けないんだろうっていう人たちが何らかの理由でちょっと引いてしまってるっていうことも事実ですし、それを引き上げる引き上げ方がまだ不十分じゃないなと思うところは会社の責任としてとても感じるんで、まあ終わり。でこれは別に意欲でも決意でもなくて、あるべき姿だと思ってます。3割いくと早そうですよね。ここ5年3割でね止まってるんです。そこが課題なんです。油断すると一気に2割まで落ちる。なるほど。だから女性たちにちゃんと次なる道筋をやっていかないと、まだ社会の規範が子育てはお母さんがやるものとか、女性の長時間労働プラス家事労働みたいなのが入ってきてしまうと、私そこまでして本当に力もあるしマネジメント能力もあるのに、外部環境要因で引いてしまう女性たちがいる。あともう一個は、日本社会の OS が男性 OS なので、当社ぐらい女性社員がいてもです、管理職、特に男性管理職が多いんですが、リストアップするときにどうしても男性からしちゃうんですよ、なんか見えない偏見があるんですね。だからアンコンシャスバイアスですよ、本当に。なんとなく彼女は子供がいるから大変じゃないかとかいうことで、推薦のリストからちょっと漏れてしまう。気をつけて当社の人事部とかと、いやいやもっといるでしょうとか、女性がゼロっておかしくないっていうことを言うと、ああ確かにって言って上がってくるんですね。で、悪気はないんですよ。でも彼女は妊娠を望んでいるからとか、彼女は転勤ができないからとか、彼女は今子育て中で大変だからとか、やっぱりそこの初期のリストアップですよね。20代後半ぐらい、30代前半ぐらいの時のリストアップの時にちゃんとしっかり採用した人たちを育成して次なるステップに進ませてあげられるような準備ができてるかどうかっていうのは、まだ注意をしないと、なんとなくこう今までの判断基準の中でずっと落ちてきてる。そうですよね。そういう意味でこれ数字を出したってやっぱり意味がありますかね。我々自分自身へのプレッシャーと、あと人事部も5割にするにはどうしたらいいだろう、当たり前の世界なんだけど、じゃあなぜ入社した時に同じ実力で入った女性たちが2割落ちてしまうんだろうっていうことを目を向けると、制度の話だったりですとか、まあ女性のエンパワーメントの話だったりですとか、まあ育成のモデルの中で
リーダーシップを取るようなことをやってもらってるのかどうかとか、いろんなことが起こってくるわけなんですね、うん、マネージメント側のアンコンシャスバイアスとか、あとはジェンダーでやっぱ得意技が違ったりする部分もあるので、うんうん、男性的視点で女性を選びすぎてないか、あ、うん、そこももう一回見ると、うん、男性が自分のやってきたマネージメントスタイルで、例えば夜遅くまで会議をするとか、なんか家になんかいる時も夜打ち合わせがけでメールするとか、なんかそういう基準でそれができる人がなんかあの選ばれるみたいな風になりすぎてないか、だから基準が違うわけで、男性はまああの男性的な得意技でどんどんこう上がっていく人がいても私はいいと思うんですけど、そこにはない魅力を持った人をちゃんとマネジメントとして、こっち側の物差しでこれを測るとあの彼女たちがピックアップされるよねみたいな人たちがあのいるはずなので、そこを全部前提条件を疑ってかかっていくと結構リストが溜まってくるんですね、うん、あ、はい、その意味でもなんかいろんな方がそういうチャンスを得るために、まあ、抜擢が大事だと思うんですけど、はい、及川さん自身も抜擢されたわけですけど、うん、そうですね、私もそうですね、そうです、考えてみたら抜擢され、抜擢されたかも、そうそう、まあ、そう、当然かもしれません、でもそうです、私、あの確かに、はい、部長試験までは試験を受けたんですけど、うん、そこから先はもうあのやりなさいということで、社長試験があるわけじゃない、社長試験あるわけじゃないですもんね、はい、あの、うん、取締役任用試験とかがあるわけじゃないので、はい、うん、そこから先はあの当社は部長以上は全部もうあのやりなさいやりなさいなので、うんうん、あの確かにそうかもしれない。抜擢ってある程度なんかシステム化というか仕組み化されてるものなんですか？当社の場合は割とそれが癖になってる、うん、あ、癖になってる、癖になってる、仕組み化されてるわけでは、あ、でもね、この間仕組み化したんです、3年ぐらい前に抜擢されたら3年以内に課長試験に受からないと降格しますっていうのは、だから抜擢してしっぱなしだと大変なので、そこでちゃんと力をつけましょうということと、やっぱりちょっと荷が重いねってなったら降りてくださいねっていうので、昇降格は結構ねあのシビアにやってますね。あ、そう、だから抜擢されたけどもう一回戻るっていう人も結構います、うん、あ、それ面白いですね、なんか新規事業みたいですね、うん、そうそうそう、いっぱいやるけどもトライ&エラー&トライ で、ね、またトライしてあの試験に受かったらまた課長職になるよ、うん、リーダーになるよみたいな形なので、結構抜擢は男女問わずこれはやります。あ、いいですね、うん、そうそう、撤退基準までついてるのがいいです、撤退基準はつけました、ね、それがないと本当なんか、ね、ね、組織がよどんじゃいますよね。そうなんですよ、もちろん部長から落ちる場合もあるし、部長に抜擢する場合もあるしという形 で、 で、ね、やっぱりお仕事ってなんか、うん、いっぱい人がいても適材適所なので、うん、この人にすごく実力があってもここには合わないってなるといつまでもそこなれなかったりするんですよ、うん、でこの人がすごくここに合うんだけれども、うん、課長試験とか部長試験受かってるの待ってると、うん、なんか違う人を入れなきゃいけないってなると2年間ちょっとお待ちくださいみたいになっちゃうじゃないですか、うんうん、はい、そうするともうやっぱり適材適所でご縁と実力の世界なんで、うん、ポンとやる、パッとこれポジションチェンジができるんですね。なのでやっぱ会社としては最善の方法とあと人材の可能性というのを考えて、うん、あのそこのポジションに据えるっていう形なので、うん、あの結構動きます当社の場合は、私だけじゃなくて、ちょっと降格させられた人が結構その落ち込んだりとか辞めちゃったりとか、なんかレッテル貼りされたりしないんですか？まあ、落ち込まないと言ったらそれは嘘になりますけど、まあ何人かいるっていうことと、今なぜなのか、なぜそうなのかっていうのを割と丁寧に説明しますね。あのちょっと前まで私取締役の時は降格人事は私の役割だったんですよ。で昇格人事は部長の役割大変だね。そう、でもやっぱり期待をかけてあげて、やっぱりもう一回あの 再起を期してちょっと降りてもらうので、そこはやっぱり諦めてない理由みたいなのをちゃんと言う、うん、全社員で1350人ぐらいですから、うん、あの総合職600人か700人ぐらいなんですよ、うん、1回の昇降格で10人いるわけじゃないので、うん、まあ、多くても 4,5 人、うん、あの降格とかする人たち、うん、なので、まあ、そこに関しては、うん、あの割と丁寧に、うん、まあ、うちの社員に聞くとそこまで丁寧じゃないよって言うかもしれないですけど私たちの中ではできるだけ丁寧に気を使ってあのやっているつもりです。なるほど。で女性の話に戻るんですけど、やっぱり女性ってちょっとひるむんですよ、うん、あのそれは ね、 ねしょうがないんですね、やっぱ、うんうん、私もそうだったので、
あの子育て中は出張も行けないし夜の会議も出られないし、ごめんなさい自分の時間でしかやらないけどパフォーマンスは精一杯やりますっていう感じだったので、まあ、そういう女性の気持ちを察した時に、いや今のあなたの状況で管理職を任せたいんだよねって言ったらもう抜擢するしかないんですよ。で抜擢した時にみんなやっぱり悩みますし、本当に私で大丈夫ですか、なぜ私ですかっていうことは必ず聞くんです。でももう選んだのはこっちなので、あなたのこういうところに期待をしていて、あなただったらこうこうこういうことをやってくれると思うからっていうと、やっぱり皆さん納得して、そうすると嫌です、死んでも課長になりませんっていう人は今私があのずっと言い渡してきた人たちの中ではゼロです。その抜擢するときにひるまなくていいんだよって感じで励ます役割って、まあ、これ人によると思うんですけど、やっぱ女性の方がいいんですかね。たまたまうちの場合は私も女性で、あの担当役員というか当時事業担当役員も私で、人事担当今役員も女性なので、なんとなく女性としての気持ちが分かるんですけど、男性もそれ全然やります。あ、やりますか、はい、なんか男性に言われてもそんなの分かってるのってなんか心の中で思われそうな気もして、そんなことないですかね。そんなことないです。そこまでの人間関係でやっぱりちゃんとあなたを見てきた人が言わないとダメなんです。そうですよね。見ず知らずの人に、はい、いやあなたならできるって言われても本当かって思うんですけど、はい、ずっとやっぱりあのその方の仕事の仕方とか、あの良いところとかを見てきた人が、あのあなたのこういうところに会社は期待してるんだよって言うと、それこそ知らない及川さんから言われるよりも、はい、知ってる佐々木さんから言われた方が嬉しいですよね。そうですよね。なんかそういう感じです。肝に銘じましょうね。いや本当何より仕組みにしてるのがいいなと思いましたね。まあ、こういう話をするとよく男性の偏見として女性のやる気がないからだとか、その個人の問題に偏見で押し込めちゃうんです。いやそうじゃないと、そもそも会社の働き方が違うんじゃないかとか、いろんな人が管理職になるべきだっていう思想がなんか背後にあるような気がしましたね。でもなんかね、世の中の人たちは私なんかね、結構まだまだ女性のことを分かっていないなと思うところがあって、ちょっと爆弾発言でしょうか、こんなこと言うと炎上するんです。及川さんだけ言っても大丈夫。女性はねちゃんと力あるんですよ。そうですよね。で、あの管理職候補にまでなる人だったら、下駄なんか履いても履かなくても、あのそこに上がってきているので、そこは信じましょうよっていう感じなんですね。当社のまあ男性もそうなんですけど、あの要はビューティーディレクターたちが裸一貫、何もないところからお客様一人作って勉強して、あの人をマネージメントして、最後はあの数千万 あの組織長になるところまで見てるわけですよ。起業家みたいなもん、ね、そうなんです。そうすると、女性たちが、そういう人たちが日本全国に数千人とか、あのまあ、弊社のビューティーディレクター3万5千人ですけど、その中で大きい組織長をやってる方たちが、まあ、200人弱ですね、今ショップオーナーマネージャーという形で組織を率いてる方が4千人ぐらいいるわけなんですよ。何もないところから上がってきた人たちが目の前でいるので、女性に実力がないなんて誰も思ってないんですね。そこはもしかしたら強いかもしれないです。本当にいざとなったら女性たちすごい頑張るっていうのも知っているし、当社のうちのある役員が、いや及川さん、うちの管理職 30% って嘘じゃないですか、僕たち体感 80% ですから。それぐらいやっぱり踏ん張るんですよ。なのでいいからやらせてみてくださいって言うと、いや私たち大変ですって言う女性たちもいっぱいいると思うんですけど、あの逃げないですよ女性たちを。で、組織のために仕事をしてるというよりも自分の意思だったり、ウィルのために仕事をしてる人が多いので、割といいなと思うのは、私とかと議論してても、でもだってとかすごい言うんですよ。男性の方が我慢します。あ、まあ、そう結構ありそうですね、組織の空気を読んで。でもそのでもだってってこれからの時代いっぱい必要じゃないですか。そうですよね。いろんな意見が入ってきた方が経営者としても意思決定しやすいですよね。 それをなんか空気を乱すんじゃないかとか、いろんなことを言って、まあ、今までの、ね、同調性の中でいくと確かに違和感はあるんですけど、やっぱりこれから必要な違和感だし、意思を持って自分のやりたいことみたいなことをやっていく女性たちっていう人たちが必ずいるんですよね。壁を破る、まあ、男性にももちろんいるんですけど、結構女性たちのマインドの中にはもっといい仕事がしたいとか、やっぱりあの貢献したいとか、あの人を育てたいとか、そういう意識もあるので、ちゃんとそこをあの見ていって、大丈夫女性たち本当にできますからっていう、そういうところじゃないでしょうかね。私はポーラーその先頭走ってると思うんですけど、例えばこの国は女性にとって発展途上国だって、あれ2016年ですね、あれから5年が経って日本社会全体どれぐらい
進化したというか変わったっていうふうに感じられてらっしゃいますか。はいはい、まあ、いろんな出来事があって、うん、発展途上だってことに気づいてきたっていう感じですかね。あ、確かに、うん、なんかまだ全然発展途上のままなんですよ。ただ問題は問題として、なんかいろいろ見える化されてきたり、うん、いろんな、 なんかこう出来事があった中で、うん、失言とか炎上とかいっぱいある中で、うん、みんなそれぞれ意識しながら、うん、ちょっとここは問題だよねっていうことに気づいてきていて、うん、世界を見た時にやっぱりジェンダーギャップ120位じゃないですか。いろいろ進めてきたはずなのにまだ120なのはなんでだっていうことにちょっと気づいてきた感じですかね。うんうん、まだ気づいたレベル、まだ気づいたレベルだと思います。だって120位ですもん。うん、そうですよね、うん、アクションはどうですか、他の会社とか社会全体見て。あ、でも結構皆さん努力されていて、うん、今までずっと黒ずくめのスーツ着てネクタイした人がいっぱいだったところに、うん、ちょっと女性を入れてみようとか女性の意見を聞いてみようとか、うん、自社の私は埋蔵金だと思ってるんですけど、うんうん、今までちゃんと見てなかった女性たちの能力とか、うんうん、人材とかにしっかり目を向け始めてるとか、うん、女性の問題が本人の努力とかの問題じゃなくて、うん、環境要因だったり、うん、教育してきてからこう今に至るまでの植え付けられた固定観念だったり、うん、あるいは男性の家事参画の問題だったりっていうこと、いろいろ絡まった問題がいっぱいあるよねっていうことに気づいてきてるっていうことだと思います。うん、そうですね、うん、今のペースだとあと何年ぐらいしたら女性にとって先進国になりますか。今のペースだと呪いんで、まだ呪いですか、やっぱり、うん、グワンって進めなきゃいけないので、うん、そういう意味では私は抜擢人事とかも絶対おすすめですし、うん、自社の女性たちをちゃんとリストアップして、うん、この人たちにどんな能力があるんだっていうことを、うん、しっかり見える化して把握して、うん、やっぱりまだまだ女性の母数の少ない会社さんだと、うん、やっぱり女性たちをある程度ネットワークしないと、うん、すごく辛いですから、うん、私もよくあるんですけど、うん、男性たちがこう数十人いる中で、はい、女性一人置かれて女性としての意見を求められるんですよ。その代表されちゃうんですね。想像してみてください。そうですね、ここに20人女性がいて、うん、佐々木さんがお一人男性で、はい、男性代表としてどうですかって聞かれるんですよ。留学中思い出しますね、うん、やっぱ日本代表みたいな意見言わなきゃいけないじゃないですか。嫌ですよね、日本人一人しか、うん、それと似てますね。似てますね、うん、でもそういう場面私は山ほど過去からあって、うん、ここはそうじゃない、私は及川としての個人の意見は言えるけど、うん、女性も10人いたら10人なので、なんでこうまとめちゃうんだろう、あと2人ぐらい攻めていればいいのにって、うんうん、そうすると女性もみんな意見が違うっていうことを、はい、みんなが分かってくれるのにってすごい思いました。そうですよね、うん、そういう当たり前のところがね、本当そうですね、いや、そういう意味でやっぱこの数字、さっき5割って大事だなと思いました、ね、やっぱりいろんな経営者に話でも、うん、自然とそうなるじゃんとか、うん、なんかそういうぬるっとしてる人が多いんですけど、うん、やっぱちゃんと数字を出すっていうのがいいなと思いました。5割にするときに、はい、弊社も本当は5割のはずなのに、やっぱり2割少ないのはなんでだろうって考えるんですよ、うん、はい、そこの、うん、どうしてそうなるんだろう、真剣に考えますよね、5割にするにはどうしたらいいんだろうっていうふうに考え、うん、とすると、まあ、今の場合だと30ですよね、25とか20とか30とか、うん、いろんな会社さんの目標があって、まあ、30% にするっていう2020年代の早い、できるだけ早期に、それもなんかバクッとしてるんですけど、 30% にするって言った時に、今 30% からどれだけ足らないんだろう、 30% にするには何歳ぐらいの人たちから見つけ出さなきゃいけないんだろう、まずリーダーにしないといけない、そうリーダーにしないといけない、はい、で部長を増やすには3年ですぐ部長になるわけじゃないので、課長の人たちがどれぐらいいるんだろう、課長予備軍がどれぐらいいるんだろうって見た時に、実現可能性がもう見えちゃうわけですよ。あ、うんうん、そうすると外から連れてこなきゃいけないとか、うんうん、でもやっぱり私は自社の人材を育てるっていうことも大事なので、うん、外から社外取締役とか中途採用とかで来てもらった人がいるうちにちゃんと自分ちを育てなきゃいけないじゃないですか、うんうんうん、これから人材流動性はもっと大きくなってくるので、うん、自社の人を育てる育てないっていうことにどれだけ重きを置かれるのかっていうこともよく聞かれるんですけど、でも預かってるから、うんうん、その人が例えば5年で辞めてしまっても10年で辞めてしまっても、うん、次の会社で管理職になれるかもしれないじゃないですか、はい、だから育てなきゃいけない、うんうん、自社の人材育成、女性の人材育成の何だろう道筋みたいなものをしっかり疑って
ってどうすれば3割になるかっていう仮説を立てて、そこにマイルストーンを置いていかなきゃいけない。で、結果として3割にならなくてもそこまでやってきたあのプロセスっていうのは絶対無駄じゃないですね、はい、そうですね。やはり5割っていう数字のちょっとパワーを感じましたね。そうですね。だから自分にあのプレッシャー5割って言っちゃったし、どうやって行こうみたいな、はい、でもやっぱりあの子育てとか家事とか、うん、やっぱりどんなに最近男性の参画が多いとか言っても、うん、肉体的には女性の負担はどうしても多いわけじゃないですか。授乳してたりとか、うん、やっぱり夜中にどんなにあの旦那さんが見てくれるって言っても泣いてたら目が覚めるのは女性なんですよ、うん、はい。もうそこはしょうがないので、うん、そこはもう制度面とか、うん、周り の, あのサポートとかでやっていくしかないですよね。ですよね。やっぱり平等ではないんですよ。 そ, うです、ね、そこにおいてはなんかそこは個人だけ仕組みで解消、ね、解消していかないといけない。竹下、ね、さんは毎日お弁当作ってますけどね、うん、もうだからそういうのは本当に、うん、いいですね、うん、そうですね、まあうん、でも男性もなんか育児休業を取った時はまだまだあの、うん、すごく偏見がありましたけどね。そうですね、うん、あの弊社も今育児休業を、はい、あの 100% 男性にも取ってもらおう宣言とかをして、うん、そのぐらい宣言をしないとやっぱり、うん、あの上司たちも理解できないというか納得できない。だから数字と宣言って大事で、言っちゃったもんねみたいな。なんで数字と宣言、そう、数字と宣言で言っちゃったもんね、男性育休 100% 取得企業になるって宣言しちゃったもんねっていうと、あの人事部もじゃあ男性育休を取る対象者って誰がいるんだろうっていうことから調べなきゃいけないんですよ。発想を変えますよね。当社の中で結構あの30代ぐらいの社員たちがワーキンググループを勝手に作っていて、男性育休ワーキンググループ、取得者から話を聞くとか、あのマネジメント層に取得した人たちの経験を聞いてもらうとか、あの女性も混ざってワーママとあのワーキングパパたちでこれからどういうふうに仕事と子育てを両立するかみたいな勉強会をやってたりとか、会社が宣言をすると社員たちが動いてくるみたいな。人事部がやってるわけではもちろん人事部のメンバーも入ってますが、なんか今課題を抱えてるパパとママたちがそういうワーキンググループを作っていろいろやっているので、それはすごく面白いなと思います。なるほど、面白いですね。今回2029年に向けてのビジョンっていうのを V ケアモアですよね、はい、このケアっていうのがすごく中心に来てますけど、これもなんかやっぱサステナビリティ考える上でも、まあ、御社の未来考える上でもすごいキーワードだなと思って。これ地球をモチーフにしてるんですか、うん、なんかね地球をモチーフにしてるなって後から思ったんですけど、私はポーラってあの、はい、ドッツっていうのをすごい大事にしていて、ま、ポーラドッツっていうのが、あの当社 の, あ, のあれなんですけど、青い丸ですね、同心円を今までこう横に並べて、それは今でも使ってるモチーフなんですけど、うん、あの円が広がる波紋のようにっていうのが出だしはこれなんです。1929年に当社が創業した時に、創業者の、まあ、鈴木忍さんという方なんですが、はい、うん、手の荒れた妻のために、うん、あのハンドクリームを作ったと、うん、でその愛から生まれたっていうのは割とあの大好きなエピソードで、うん、まあ、それまでいろんなお仕事をして苦労をかけた奥さん手が荒れてるのを見て、最高のものを最高 の, あの素材であの最高の方法で作ってお手渡しするっていうのが当社 の,、うん、あの創業の精神なんですよ、はい、なので、まあ、出だしはケアから始まってるねっていうことだったんですが、うん、実は2020年に、2029年まであと10年ってなった時に、うん、当社の2029年ビジョンっていうのを作り変えたんです。2019年までは、スペシャルワン、誰かにとってのスペシャルワンになろう、うん、でそれには伝統と革新っていうのが大事だっていうことだったんですが、うん、ちょっと待てよと、うん、これからの世の中、うん、その誰かにとってのスペシャルワンっていうのはもちろん大事なんだけど、うん、もうちょっと視野を広く見なきゃいけないんじゃないかっていうことで、うん、2029年までのビジョンを作り変えたんです。その時に、あ、今度は主語を社会にしよう、あ、今までは自社がどうなるかっていうのを主語にしてたんだけど、はい、私たちが作りたい社会ってどういう社会なのかっていうのを考えてみようっていうことで、そこには We Care More はその時はまだなかったんですが、私たちが作りたい社会は私と社会の可能性を感じられるつながりであふれた社会、うん、可能性っていう言葉を絶対入れて、それにはつながるっていうことが大事で、うん、どんな形でもいいからいろいろなつながりであふれた社会、うん、それがちょうどコロナの中でつながりが分断されちゃったので、ますます重要になってきたわけなんですが、これがビジョンなんですね、うんうん、それをもう自分たちの行動に落とし込むにはどうしたらいいだろうかっていうのを考えたときに、これちょっと長いんですよビジョン、いいいいいい、そう、私と社会の可能性を信じられるつながりであふれた社会を作るっていうのをずっと暗唱してるのも大変なので、もうちょっと分かりやすく落とす
そうっていうことでこの We Care More っていうのが出てきて、つながりって言った時に人と人とのつながり、人と社会とのつながり、人と地球環境とのつながりっていうのがあると時間軸がちょっと長くなるじゃないですか。そうするとその将来の可能性っていうところにも必ず出てくるし、まあサスティナビリティって可能性をやっぱりつなげることになるので、まあこれだっていうことで人をケアする、社会をケアする、地球をケアする、でこれが普通のケアだったらただのサポートになっちゃうので、世界を変える心遣いっていうサブコピーを入れていただいたんです。深いですね。だから We Care More で、この More にものすごく意味があるんですけど、More は横の広がりと深さ、あの地球までのこう広がっていくモアと、もっとやれることがあるはずっていうモアのこの縦軸と横軸のモアで、この心遣いで世界を変えるぐらいまで考えると何が考えられるだろうかっていう、また言っちゃったなんですけど、自分たちにあの自問自答してみようではないか、宣言をしたんですね。そう、宣言をした。そうするとなんかいろいろやんなきゃいけないことがみたいな。でもこれは割とあのうちの社員の皆さん We Care More っていうことで、いろいろこれをどういうふうに自分たちの行動に落とし込むかっていうことで、あの人事部も考えてくれたり、経営企画も考えたりして、社員全員でこれをやるためにどうしたらいいか考えようみたいなことで、部門ごとに We Care More ディスカッションをやってみたりとか、あの面白いのはこうコラージュでみんな絵を描いて、あなたの考える We Care More を絵にしてくださいみたいな感じで、私たち役員も全員作って、私たちこんなん作りましたみたいのをやって、でなんか非言語と言語で両方理解するっていうプログラムを、これができてから半年ぐらいやり続けてた感じですね。御社、の作ってる素材とかデザインとか全部やっぱセンスがいいですよね。ありがとうございます。社内にいらっしゃるんですよ。インハウスのデザイナーが社内にいるんですね。いるのと、まあ、外部の方にもあのこういう感じでっていうのは、結構もうあのお長いお付き合いで分かってくださってる方も結構多いので、アートとかクリエイティブをすごい大事にしてるんですね。そうですね、はい、その中でケアの中でもあのやっぱ化粧品が御社の中心ですけど、サステナビリティっていうあの中身と、あとまあビジネスのこれからの発展という意味で、化粧品って今後どう変わっていくんですか。本質的にやっぱり健やかな肌を作るためにとか、自分が表現したい肌を作るためにどういうふうにやっていくかっていうことで、よりあの本物が求められて、あのちゃんと自分の思い描いたあのテクスチャーだったりとか、あの肌の仕上がりだったりになるものがちゃんと選ばれていく。やらなきゃいけないからやるっていうことじゃなくて、したいからするっていうふうにどんどん変わっていくんじゃないかなと思っています。そっか、今まで義務的にやってる部分も、例えばね、あの出勤しなきゃいけないからやるみたいなこう だったのが、いかに自分が心地よくあるために、あのこういうものを使うか、自分らしくあるために使うかっていうことをすごく考えていくべきだなと思っているし、考えたいなと思ってるんですね。ちょっと当社であの去年やったあのアンケートで面白いのがあって、同じぐらいの、まあ、あの価格帯の化粧品を使ってるお客様にインタビューした時に、スキンケアは何のために使いますか、あなたにとってスキンケアをする時間はどんな時間ですかという質問をさせていただいた時に、当社のお客様は自分を慈しむ大切な時間だと、私が私らしくあるためのメンテナンス期間だと、リラクゼーションの時間だというポジティブな答えをした人が圧倒的に多かったんです。でも本当に一般のお客様は義務だと、こんなにスキンケアの時間を大事に捉えてくださってるんだうちのお客様はっていうのに私はとても嬉しくなったのと、例えば1年365日15分のスキンケアの時間が楽しい時間で、自分にとって必要な時間で、自分のコンディションを確認する時間だと思ってやる15分と、めんどくさい、早くやんなきゃ、明日のためにちょっとやんなきゃ、このシミを消すためにやんなきゃみたいなことでやってると、その朝晩合わせてまあ20分ぐらいの時間が全然意味が変わりますよね。当社ではそういうあのポジティブな感情を持ちながら化粧品を使う時間を豊かな時間、お客様にとっての豊かな時間だっていうふうに定義をして、よりお客様のそのスキンケア時間、あるいは自分と向き合う時間、豊かな時間にするためにはどうしたらいいかっていうことをちょっと考えていこうねっていうと、化粧品以外のこともちょっと やりたくなってきちゃうわけなんです。エステサロンの環境だったり、あるいはカウンセリングだったり、お客様が化粧品を使ってない時間のこう自分流リラックスウェルビーイングみたいなことだったり、結構広がってくるので、あ、これもまあ We Care More かなみたいなことも
ちょっと思いながら、スキンケアっていうのは命果てるその時まで大事に使っていく心の栄養みたいになっていくんだろうなっていうのをすごく願ってますし、そうありたいと思っています。いい話ですね。そうですね、本当に切れすぎました。切れすぎました。じゃあすごく大事だ。やっぱり SDGs ってどうしても環境問題が注目されていて、まあ、保護者もやってらっしゃると思うんですけど、やっぱりウェルビーイングとか健康も大事で、メンタルヘルスっていう意味では美しくあるとか、まあ、スキンケアをどうするかってすごく大事だなって。そう、今話を聞いて誰かに見られるためにお化粧をするとかスキンケアをするっていうのももちろん、はい、あるし、絶対否定できないことではあるんだけど、自分がどうありたいかっていうことを実現するためにやる、だからちょっとやっぱり男性でも経験あるかと思うんですけど、はい、ちょっとこうズームに映った顔を見て今日すごい疲れたら、そうです、ね、あ今日私全然ダメみたいな時ってあるじゃないですか、はいすね、それで心がズドンと落ちたりするじゃないですか、はい、ちょっとやる気がなくなったりとか、自信がなくなったりします、ね、ふっとなんかこう忙しい仕事してガラスに映った自分を見てギョッとするみたいなこともあるじゃないですか、うんうんはい、いつもいい状態でいるって精神的にもこうなんていうのかな、健やかにいることにもなるし、はいうん、いろんな意味でいつもの自分でいるって結構大事なことだと思うんですね、うん、いろんなことが起こった時に、うん、これちょっとぜひ次の美とは何かと、はい、またこれ難しいと思いました今までの例えば義務としての化粧品はもしかしたらその男性社会の、まあ、都合のいい押し付けだったかもしれないですし、まあ、変な日本的な会社の価値観の押し付けだった面があると思うんですけど、及川さんの話を聞くと自分のためとかリラクセーションというとその美の考え方も変わってくるのかな、まあ、どういうふうに美を考えてらっしゃるのかなっていうふうに、美しさってやっぱり定義によって100通りあると思うんですね、うん、なんでステレオタイプな美を追い求める時代はもうなんかすでに終わっていて、当社では言うんですけど美は追い求めるものではなくて作り出すものであるって、自分の中で作っていくっていう、でこの人みたいになりたいと思う気持ちも否定しないです。でもそうなりたくない人もいるじゃないですか、なのでもういろんなコミュニティがスモール化してきたり、もう本当に多種多様な価値観が出てきてる中で、美しさのあり方ってその人の求めるものであればいいのかな。でこの間とある本を読んだ時に、美しさとは発見するものであるって書いてあって、私すごい納得しちゃって、その人の中にある美しさを誰かが発見すればそれはもう美しいわけじゃないですか。自分で発見してもいいし、例えばあなたの肌の色がすごい素敵ですねだったら、白かろうが黒かろうが茶色かろうがピンクだろうがいいわけですよ。なんか私はそれが好きってなれば、なるほど、なのでやっぱりなんかいろんな人のいろんな美しさを発見してあげて、自分の中にある自分の美しさも自分でちゃんと発見してあげて、そこを育てていけば多分いいのかなって、うん、これも綺麗すぎますね。いやいやいや、いいと思います、うん、じゃこの美って入れた一つの理由がなんか、御社のホームページ見たらサスティナブル美容理論っていうのがあ、そうそうそう、実はビューティーディレクターって、この間ちょっと残念ながらお亡くなりになっちゃったんですけど、100歳までいたんです。ギネスブック登録 で、ね、天寿を全うされて、この間お亡くなりになっちゃったんですけど、でも90代が山ほどいるんですね、現役 の、 ビューティーディレクターなんです。いまだに美容って本当に命尽きるその時まで美しくありたいなと思うわけなんですよ。そうすると肌が美しいっていうことは、まあ、化粧品メーカーなんでもちろん言うんですけど、その人なりの魅力を育てていくっていうチャーミングであることってすごい大事なんですね。これは見た目がどうとかっていうことではなくて、生き方だったり、その人のキャラクターだったり、あるいはいろんな特徴だったりでいいと思うんです。でもう一個はやっぱり元気がなきゃダメだよねっていうことで、活力、で人とのつながりを言ってるわけですから、やっぱり他人に元気を与えられるには自分も元気じゃないといけないよねみたいな、この3つがあるともう本当に自分の肌本来の力、自分の中にある美しさの元をちゃんと作っていけて、どんどん美しさのこう循環が出ていきますよっていうことで、サスティナブルっていう言い方を、なるほど、これだから SDGs が出てくるずっと前から言ってるんですよサスティナブル美容理論美容理論は本当にお芋美しいわけですもんね。全然全然、その時のその人なりの美しさをちゃんと発見してあげればいいのかなっていうのと、自分の中でどんどん生み出していければいいのかなと思っています。そうですよね。そういう日本的な美の感覚も含めて、まあ、あと海外っていうところをちょっとお聞きしたいんですけど、
御社の成長戦略でも、まあ、中国を中心とした海外って結構大きいウェイト占めるじゃないですか、はいはい、日本なりの、まあ、化粧品とか美意識とかって、はい、海外で今後どれぐらい広がっていくというかポテンシャルがあるのかっていうのちょっと見たいなと思うんですよね。日本の美容ってすごく丁寧なんですよ、うん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 、きちっと洗浄しクレンジングしてきちっと洗顔をして、うんうん、その後しっかり保湿をしてさらに保湿を重ねてその水分が飛ばないようにしてっていうのはやっぱり欧米とかの美容よりももっと丁寧なんですね、うん、プロセスが多いプロセスがものすごく丁寧に一つ一つその繊細な肌を、まあ、プロセスにのっとってきれいに汚れを落としてきれいに潤いを与えてきれいに蓋をして飛ばないようにしてみたいなことがすごく丁寧なんですね。でこの丁寧さっていうのは私本質だと思っていて肌を一生付き合うものとして考えるとゴシゴシ擦らないし拭き取りだけじゃなくてちゃんと水で洗ってね、まあ、水が潤沢な日本だからできることなのかもしれないけどちゃんと洗い流してねで潤いをしっかり閉じ込めていつでも潤える状態にしてねみたいなところで、まあ、四季のある日本という国の中で季節に応じてケアを変えるとかいうのもやっぱり日本的な美容の考え方なんですよ。でこれがちゃんと丁寧に説明すれば同じような肌を持ってる中国の方たちに受け入れられないわけはないと思うし、うん、もちろん世界中の人たちにも日本のやるケアというものがどういうものなのかっていうのを理解していただければすごくちゃんと受け止めていただけるんじゃないかなというのは思っています、はいはい。まあ、グラフ見ても結構中国の化粧品の輸入が増えて、うん、特に日本がググッと伸びてますし、はい、あと御社の海外売上高の比も、はい、そうですね、はい、実は最初中国に出た時って中国の方ってあんまりこう泡立ててウォッシュを洗顔して水で流すっていうことがあまりやらない拭き取りが多いっていうことでそれこそ10年前私が商品企画部長だった頃は中国で売る洗顔は液体の拭き取りの洗顔にしてくれと、うん、今うちで一番売れてるのはウォッシュなんですよ。いいものでその美容法に意味があるって言ったら中国の人はものすごく合理的に受け止めてくださるし、うん、美しくありたいと思う心はとても貪欲ですし、うん、吸収してくださるので、うん、すごく可能性があると思ってます、うん、ちょっと前までは残念ながら日本のものは品質が良いという理由で選ばれていたんですが、ブランドがだから品質的に高品質であるということがメイドインジャパンということでやっぱり選ばれてた時代というのが一個もちろんあったんですけど、うん、これからは、まあ、中国も国潮といってやっぱり中国国内で作られているものもどんどん良くなってきているので、うん、やっぱりブランドとして何を大事にしているかっていうことがすごく重要なんですね、うん、ポーラの美容ってこういう美容だよね、でこの商品はこのために作られてるよね、でポーラのブランドのウィーケアモアだったりサイエンスアートラブだったりそういう哲学に私はすごく共感しますっていうお客様を増やしたいので、当社は中国でもエステサロンを今一生懸命展開して、やっぱお手入れと美容と商品っていうことをしっかりやっていく、どんなに商品が良くても使い方間違うとそれは機能を発揮しないことになりますから、正しくカウンセリングして正しく使い方を説明してしっかりとその後のケアもフォローするっていう形を中国でも展開したいと思っていて、まあ、エステサロンとやっぱり店頭の人による販売というのは諦めずにというかもっと強化していくということ。そこは本当 AI っていうか人間しかできない仕事ですね。そうですね、そうですね、はい、なんでウィケアモアなんですか。ウィケアモアですよね。はい、じゃあそろそろラストクエスチョンに行きます。社長がありますよ。社長と重なる部分があって、うん、重なると思いますね。2029年ですね、はい、うん。どうしていきたいかというどうしていきたいか。これ、ね、100周年ですよね。100周年までに、うん、私は当社のお客様と、うん、当社に関わる全ての人の豊かな時間それから幸せを作りたいなということで、うんうん、ポーラ幸せ研究所というのを設立してですね、またベタなことをやってとかみんなに笑われるんですけど、うん、本当にベタなネーミングで、うん、慶応大学の前野先生にアドバイザーになっていただいて立ち上げるんですよ、うんうん、なのでその幸せを実現したい、どう幸せにするかっていうと本当にサスティナブルと一緒だなと思いながら、うん、1個は化粧品美容あるいはポーラのできる資産を使った、うん、まあ、豊かな時間の実現プラス幸せみたいなもの、もう一個はやっぱ働き方、幸せな働き方って何だろうっていうことをみんなで考えていって
って、うん、あのそれを実現したい10年かけてで2029年にはポーラで働いて幸せだったという人あるいはポーラというブランドを使って幸せだったなと幸せですっていう人を増やしたいなっていうのがバクッとしてるんですけど、うん、あの幸せ研究所を設立したい意味なんで今所長もやってるんです。すごいです、ね、幸せ研究所自称勝手に作って勝手に自称する。社内の反応はどうですか。皆さんついてきてます。私、ね、最初すごいバカにされるかなと思ったんです、ね、で幸せ研究とか言ってまた及川さんが変なことやってるってみんな冷ややかな目で見るかなって言ったら、はい、意外とみんな温かくってあのちゃんと入ってくれる幸せ研究員としてあのディスカッションに参加してくれる方たちもいたのと、うん、この間ちょっと意を決して管理職バリバリの営業部門の人たちもいたりとか、あのもうバリバリの管理部門の人たちもいたり、もう混ぜこぜの中で幸せ研究所のディスカッションっていうのをやってみたんですよ。幸せなことを考えて喋ってる時ってみんな幸せな顔になるし、ね、あの幸せになるし、うん、で何人かあの今あのリモートなんで直接喋れる人はそう少ないんですけど、たまたま私翌日会社に出てたら社員食堂で、うん、あの結構あの年齢上 の, あの管理職の部門長の方が、いや及川さん昨日幸せの話してて僕幸せだったなとか言ってくれて、あいいですねなんか、うん、ちょっとほっとして、うん、なんかあのね、一応社長に幸せな話しようって言われたらみんな嫌だって言えないから渋々参加することもあるのかなと思いながらなんですけど、フリーディスカッションの間とか結構皆さん熱く語っていただいて、まあそれがねじゃあ実現してるのかって言ったらこれからなんですけど、研究所作るぞって言って作っちゃったので、まあその責任は取らないといけないなと宣言したからね、言ったからには何かやるんでしょうねみたいなとこなので、あのいくつか今研究プランとかを出してあのアウトプットの準備をしながらあの粛々と進めているところです。私のビジョンは幸せになるしすることですね、そうごめんなさい青臭くて。いやいやいや、社長あと何年ぐらいされたいですか。いやどうだろう、やめろって言われるまで私恩返ししたいんですよ。社長って楽しいですか。あのね、はい、あの決めなきゃいけない、決めたことに、例えばこの方の意見に私がそうだねって同意してやったとしても決めた責任はあるわけじゃないですか、はい、なのでここはやっぱりあのうってなります。あの決める瞬間はこれでいいのかっていうのはすごい自問自答します。小さなことでも何でも、楽かって言ったら全然楽ではないんですよ。でもなんか旗から見てると楽しそうにやってるじゃんって言われるので、まあそう見えてたらそれもいいかなと思って結構楽しそうにやってるじゃんってそうかなと思う時もいっぱいあるんですけど、でも主体的に決められるっていうことは責任も重いですけれども、やっぱりあのそれだけの醍醐味みたいなのがあるし、だからそれが独りよがりにならないように、うんうん、私は結構座組って大事だなと思っていて、対話して情報をしっかり集めながら決めていくっていうのはすごく大事にしたいなと思っています、うんうん、いやありがとうございます。いやもっとちょっと聞いていきたいんですけど、はい、すいません、はい、今日の、ビジネスディープインタビュー9クエスチョンズはポーラ取締役社長の及川美希さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。サステナブル経営というテーマでしたけども、うん、美の話とか、まあ、最後幸せの話とか、幸せの話かなり面白かったですけど、どうでした、はい、佐々木さん。あ、はい、もういろんな、ね、印象的な言葉いっぱいあったんですけど、はい、竹下さんとも同じかもしれないですけど、数字と宣言っていうワードが全く一緒です。そこ私今日これが全てかなと思ってですね、はいはい、やっぱりなんか有言実行っていうか、ちゃんと明確な具体的な数字とともにもう有言すると、はい、そこに進まざるを得ないじゃないですか、うん、そうですね。けどなんかそれをちょっとひるむ場合も多いんですけど、やっぱりね、うん、宣言するって大事だなと、うん、そうすると日本って真面目な社会なんで、はい、一回やるって決めたら、はい、考えますよね、頑張るので、はい、やっぱ何でも数字と宣言が大事だなというふうに思いました、うん、やっぱりあの管理職5割っていうのは、まあ、結構このテーマっていろいろ政治の世界でも政治家何割にするとか議論があるんですけど、数字にすると今3割だから、じゃあ2割埋めるためにどうしたらいいのかとか考えが具体的になっていくので、やっぱり数字を出していくって大事だなと思いましたよね。そうですね、うん、私も企業の勧めって本書いたんですけど、起業したばっかりでよくこんな本書くなって言われたんですけど、やっぱそういう宣言が大事だなと大事ですよね。やっぱ書いてよかったなと改めて思いました、はい、今日のビジネスディープインタビュー9クエスチョンズは及川美希社長でした。次回もぜひお楽しみに。